皆さんこんにちは、もちおと申します。今日は2歳リーディングの傾向を探っていきたいと思っております。先日ね、新種ボバのランキング見ていきましたけれども、今回はね、全体で見ていきます。もしかしたらね、この世代で盛り返している馬とか、突然成績が伸びた種馬もいるかもしれませんのでね、前回と同様ですね、先に中央のリーディングを見まして、その後ですね、地方も見ていきます。今回調べてみて、結構はっきり差が出るんだなって思ったところありましたんでね、そちらも注目していただきたいですね。では早速本題に入っていきますと、1位はね、新勝馬ドレフォンとなりました。まあジオグリフのね、重賞勝ちほか、頭数も出走頭数一番多かったっていうことでね、このランキングは賞金順でねつけていきますので、そういった点もね噛み合って、実績のある馬たちよりも獲得賞金ゲットしております。まあとはいえね、頭数に限らずしっかりと重賞勝ち馬出してますからね。そして2位はね、もう鉄板と言ってもいい大和メジャーですね。やはり2歳、特にこの時期っていうのはね、毎年のように目立つのが大和メジャーですね。距離的に言ってもね、マイル以下、非常に適性がある本馬はね、この時期安定した成績を残しますよね。新潟2歳ステークス、ステリフォスがね、勝ちましたし、まあここは硬いところといったところですね。で、結構この後、大和メジャーポジションに来るかなって私が予想してるのが、ミッキーアイルですね。まあ、ナムラクレア重賞勝ちましたけど、結構本馬もね、2歳戦、そして3歳の早い時期、活躍してるイメージがありますので、まあ、現時点ではね、かなり戦に寄りの適性を持ってるような感じもしますけれども、ここマイルくらいまでね、持てるようになってくれば、まあ、大和メジャーポジションにね、今後、この早い時期、来るようになってもいい勝馬なんじゃないかなと思っておりますね。そして第3位がね、先日9歳という若さで亡くなったドラメンテになりますね。いや、今年結構頑張ってたんですよね。勝ち馬の頭数かなり多い数値ありますよね。その勝ちっぷりっていうのもいいものある馬多いですから、来年の大舞台し同様のね、大きなレースでの走りを期待したいですね。第4位がロードカノロア。まあ体付け量的に言ってもね、断然トップの本馬ですから、しっかりといいポジションにつけているんではないでしょうか。その次に来るのがシルバーステートになりますね。まあただね、この5位の中でも一番高い勝ち上がり率、そして AEI があるっていうところはね、評価されているっていうのはセリアクラブの人気を見ていても分かるところですよね。この後秋戦線で重賞級の馬が出てくるかどうかっていうのにもね、注目が集まっております。でミッキーアイル、先ほど言ったようにね、やはり早い時期の活躍目立ちますし、やっぱり牝馬のね、健闘が目立ちますよね。仕上がり早で牝馬って言ったら、やっぱりダイヤメジャーの印象これまではありましたしね、似たタイプだなっていうのはやっぱり感じるところ。そしてここで第7位にキズナが来ると、まあここはね、ちょっと後でそっとしますけど、勝ち上がり率と AEI の数値ご覧ください。非常にね、高い数値になっているのが分かると思います。トップ10の中で出走頭数が少ない部類にいながら、この順位、そしてこの勝ち上がり率っていうのはね、さすがの安定感といったところだと思います。絆とエファネイアは、この世代がね、狭間とよく言われる3年目に体付けした馬たちになります。頭数にしても少なくなる傾向にあったり、質的に言ってもね、落ちたりする勝馬が多いんですけれども、少なくとも現時点ではね、その影響を感じさせない成績を残していると思いますね。ここは評価されていい数値、この早い時期から出せていると言えると思いますね。次、逆にね、ちょっと早付け頭数を見ても評価が心配ではあるハービンジャーが来ますね。ただアライバルとかね、重賞でも好走しましたし、強い勝ち方した馬リブーストとかね、いましたから、ハービンジャーは逆にね、ここら辺の世代頭数も質も上がってるところだと思いますんでね、頑張ってほしいです。第9位にキザのライバルエファネイアが来ます。まあここにもね、やっぱりタイプっていうのが出てるかなって思いますね。勝ち上がり率自体はね、 15% とがっつり高いわけではないですけれども、大舞台で走りできそうな馬っていうのはね、この6頭の中にも多くいたんじゃないかなと思います。まあ、特にノーザン系の大本命の馬、秋にね備えている馬もいるでしょうから、来年のクラシックっていう意味ではね、この世代もやはり注目だと思います。200頭体付け超えてますからね、エファネイアについては。第10位がモーリスですね。まあ、もしかしたらモーリスはですね、早熟っていうタイプでは今の3歳世代を見ててもないのかもしれませんね。成長力っていうのはもう自身同様間違いなくあるという産駒多いですけれども、こう2歳戦からがっつりとかクラシックでゴリゴリにっていうタイプではないのかなっていう印象は
まあ、現時点ではありますよね。11以降見ていくと、まあ、頭数の、ね、少ない馬とかもいたりはしますが、大御所のディープとかハーツもね、当然上位には来ています。まあ、正直ね、ここら辺の馬たちっていうのは秋に備えてる馬が多いからこの順位にいるだけであって、まあ、最終的にはやはりね、トップ3くらいには来るんじゃないかなと思いますね。コマンドラインとかだって牝馬戦早い時期に勝って秋に備えるっていうパターンのね、馬が主力級は多いですからね。あとはスクリーンヒーローとかね、こちらも10頭の出走と少ないですが3頭もすでに勝ち上がっていると、まあ、やはりこの勝ち上がり率っていうのがね、現時点では大切になってくるのかなと思いますね。ではその数値で相当してみます。まあ、50% とかになってくるとね、もう産駒自体が少ない馬になってくるんですが、ただノベリストがですね、今年は頑張ってますよね。まあ、6頭出走したの3頭ですから、見栄えはいいですよね。正直これまでのね、産駒たちを見るに、成功したとはね、強く言い切れないところだったんですけれども、とはいえね、ラストドラフトとか重賞勝つ馬も出ましたし、まあ、自身もヨーロッパで大活躍した馬ですんでね、能力自体はあるんでしょうけれども、やはりそのアベレージっていうところでね、ちょっと落とした部分はあったんですが、今年それが5割あると。まあ、単位付け頭数的に言ってもね、最初の頃はやっぱり100頭超えとかしてましたけれども、この世代になってくると27頭のみということで、まあ、少数精鋭にした方が、まあ、前の動画じゃないですけど、まあ、心身ともにね、よしやるかっていう気持ちになったのかもしれないですね。それがいい方向に向いて産駒にも能力が引き継がれたっていう可能性もね、まあ、なくはないんでしょうか。まあ、レックススタッドには移りましたけどね、ぜひともここからの盛り返し期待したいところです。そして新勝負バンキッシュランとタピットもね、まあ、タピットは毎年高い数値で日本の馬場でも推移しますけれども、ぜひですね、藤沢厩舎の馬がアメリカの舞台で走る姿を見たいところ。バンキッシュランもマイナーですけれども、能力っていうのは非常に高いものがあると見てますんでね、今後はもっと名前を聞く機会もね、増えるかもしれませんと。まあ、そういったね、頭数の少ない馬たちの後からやはりね、各対象になってくるかなって思うところで、まあ、一番高いのはやはり絆ですね。 33% っていう数値がね、まあ、ほぼこの勝ちは新馬戦にはなるんですけれども、まあ、明らかに高い数値と言っていいと思いますね。まあ、未勝利戦がね、バンバン増えていければ、まあ、この数値でもね、何とか出てくるかもしれませんが、現時点でこの数値っていうのはすごいと思いますね。まあ、これは他の馬たちを見てもね、ハーツクライやスクリーンヒーローといったそうそうたるメンバーが並ぶことからもね、実力がないとできないことっていうのは感じると思います。ただそこにね、迫っているのが北サンブラックだったりジョーカプチーノだったりすると、特にここではね、ジョーカプチーノを触れておきたいと思います。正直これはですね、予想できなかったですね。この世代の産駒は51頭、ただそれ以降ちょっと単位付け頭数落としてたりして、まあ、がっつり成功してるとはね、ちょっと現時点では言いづらいところではあったんですけれども、ただノルマンディのね、岡田真紀夫さんとかもかなり評価している種牡馬で、まあ、確かに単位付け料30万円っていうのを考えるとね、重賞馬を出してるっていうことからもね、もう解読というか能力のある種牡馬なのは確かのかなっていうところですよね。父も所有していたジョーさん、上田さんがですね、産駒にもかなりの熱い思い入れがあって、ジョーストリックトリーとかもね、重賞勝ちましたしね。ただ逆に私はジョーさんだからこそ走る馬を持ってたのかなっていうところがあって、他の馬主さんとかのね、持ち馬だったりする時にどうなのかなってなぜかちょっと思ってしまって、見過ごしてた種牡馬だったんですけどもね、まあ、今年は名村リコリス、それこそ上田さんの持ち馬以外ではありますしね、それで重賞を勝ったわけですから、その謎の不安っていうのはね、払拭されましたよね。まあ、他にもね、2頭の勝ち上がり馬いますんで、アベリジっていう意味でもね、比較はない数値、むしろかなり高いと言っていいと思いますね。そしてディープシルバーセートと、まあここら辺はね、さすがの数値ではあるんですが、カレンブラックヒルも12頭中3頭が勝ち上がっていると、まあなかなかすごいメンツにね、挟まっているカレンブラックヒルなんですが、まあ、確かにカレンブラックヒルね、こちらも早い仕上がりで堅実に走るっていう印象はありますね。8馬率も初年度産駒はね、4割以上ありますから、結構ダントのね、単
短距離に非常に強い印象はあるんですけれども、今年は芝でもう3勝を挙げているということでね、まあ大和メジャーの3区ですし、その仕上がりの早いところとかっていうのもうまく引き継がれている勝馬だと思いますね。そして金亀ローカナミッキーアイルヘニーヒューズワンセンヌブラックタイドとなっていきますね。まあヘニーヒューズね、この後地方リーディングの成績を見ると本当にすごいことになってるんですけど、地方でもね4勝を挙げているっていうことでさすがですね。その4つのレースは全てダート戦になります。まあ中央でもやはりダートでしょうね。今としてはここからなかなか芝に使っていくっていうのは結構勇気いるかなっていう印象です。で中央の最後は AI でね並べておきます。まあ重賞勝ちのある馬っていうのはねやっぱり抜けちゃうんですけど、逆になくても高い位置にいる馬、絆、シルバーステッドとか、ここら辺頭数揃っていてもこの位置で高い数値ついてますんで、安定感という意味ではね高いというところですね。では次に地方リーディングもねさらっと見ておきたいと思います。これなかなか1位エスポワルシティっていうのもね私は予想できなかったんですよね。で2位がですね北高たる前なんですよ。これはねちょっと知っておきたいですね。先日サマーセールとかでも北高たる前3区めちゃめちゃ人気あったじゃないですか。それってっていうのはやっぱりこういうところ数値がかなり評価されているからだと思います。あとはマジェスティックオリアーとかもね、まあ、勝ち上がり率やっぱり私は見ちゃうんですけどかなり高い数値に来ています。ただそれらの馬をもうダントツで突き抜けているのがヘニーヒューズです。12頭出走して11頭勝ち上がり、勝ち上がり率 91.7% ってちょっとね異次元の数値ですよね。いやもうこれっていうのは先ほどのバンキッシュランとかみたいに頭数が少ない時の数値だったらわかるんですよ。でも12頭出走していて11頭勝ってるっていうのはねもう相当に能力が高いっていうか、もう一強と言ってもいいぐらいのパーセンテージだと思いますね。まあこの時期ですから地方といえどねやっぱり 50% とか超えていったら相当に評価できると、まあ、勝手ながら思っておりまして、まあ、ビットリオ道路みたいにね4頭出走で勝利3頭とかだったらね、まあ、頭数少ないしそれもありえるかって思うんですけどね、それよりも出走頭数多いのにこのパーセンテージっていうのはもう凄まじいアベレージですよね。まあただ先ほどのカレン・ブラックヒルとかもね、まあ、ダート得意って言いましたけれども、やはり地方でもねこなしてますし、北高たる前22頭出走してますから、まあ、かなりいい数値という表現がいいと思いますね。で死に身にクリエイターも頑張ってますね。でシルバー生徒もいると、バンキッシュランもこの数値、まあ、ここはさすがにねちょっと予想難しかったですよね。でヘニーハウンドね、ヘニーヒューズの後継の一頭ですけれども、ちょっとね印象薄い馬かもしれませんが、なかなか頑張ってますよね、まあ、この数値を見てるとねヘニーヒューズの血っていうのはもうこの後出てくるモーニンとかもう相当に高い成績を残しそうな予感ですよね。ユーシュンさんのこの血を大事にする作戦はかなりいい方向に向くような気がしますね。逆に低い順で並べてみるとこんな感じになりますね。まあこれについてはねあんまり強くは言えないですけれども、まあ、やっぱり頭数多くなってくるとね多少低くはなるのかなと思いつつ、ラニとかコパノリッキーのね新勝馬っていうのはやはりちょっと他の馬と比較すると気になる数値ではあるのかなっていうところですね。重賞勝ち馬の頭数で並べるとこんな感じです。まあ1頭ではあるんですけど、まあ、やっぱり重賞勝つ馬をね出してるのは勝ち上がり率が高い勝馬に、まあ、たまたまかもしれませんけど現時点で固まってますよね。まあ、やっぱり私はそのヒットの演出帳上にホームランがあるっていうのが勝馬だと思っておりますので、まあ、こういった数値からもね、まあ、それは多少なりとも言えるのかなっていうところですね。最後に AI で並べるとこんな感じになります。まあ予想以上にヘニーフューズとかマジスティックオリアが地方で強いのがちょっと感じられましたよね。まあその地方っていうところを考えるとね、中央で今1位につけるドレフォンなんかもこの後どんどんそちらへの適性を見せる馬も出てくるでしょうしね、まあ、芝のレースが多い現時点で1位っていうのは明るい兆しかなとは思いますよね、まあ、あとはこれまで実績を残してきた馬たちと新勝馬の比較っていうのもね、まあ、ある程度掴めたところかなとは思いますので、もともと上位にいて変わってない馬もいればね、新しい馬たちに押されてしまったかなっていう印象の馬もいますし、まあ、そこはねやっぱりシビアに見ていく必要があるかなと思っております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。